東京大学の山田隆人です。今は素粒子実験の別のテーマを研究していますが、 ILC ができるということになれば今後そちらの方にも貢献していきたいと思っています。自分がそうだったように、ILC があることで素粒子や物理や理学に興味を持つ生徒学生人が増えるといいなと思っています。